皆さんこんばんは、広瀬優です。今月も始まりました、優のもとにこちら日本47のいいものが届きました。イエーイ。今回もご紹介していきたいと思います。日本にこんなものがあったんだとか、あ、これお土産に適してるなとか、ね、いろいろあったので一つずつご紹介していきます。はい、ではまずこちらです。よいしょ、重い。じゃんじゃんじゃん。はい、こちら広島県産のお米、恋の予感です。可愛いですよね、ネーミング。で、恋の予感の由来、ひとたび食べると恋するときめきや情熱が溢れ出てくる気持ちになるようなお米になってほしいという期待を込めて作られた、広島生まれ広島育ちの新品種のお米だそうです。白くてツヤもあり、大きな粒、そして粒々感があってもちもちした食感が特徴の美味しい恋の予感を召し上がりくださいって書いてあります。はい、でこちらにじゃじゃん、広島の米いいね、これいいねくんだそうです。広島のお米のキャラクターだそうです。地産地消を推進し、広島のお米の消費拡大を図るために誕生したそうです。可愛いですね、いいねくん。はい、まずはこちら広島県産の恋の予感というお米でした。次にこちらサントリージャパンプレミアム、なんだろうって思いますよね。開けてみます。せーの、パッカーン。じゃじゃん、見てください。これなんか母の日、父の日にね適している感じですよね。ちゃんとメッセージ For you、 いつもありがとうって書いてありますよね。ワインといえば皆さんどこだかご存知ですか？そう、山梨県の方なんですけども、富の丘ワイナリーってわかります？そこで作られている、はい、日本産ぶどう 100% 使用のワインです。白ワインと赤ワインで、はい、それぞれ、名前があります。白ワインの方が甲州で、赤ワインの方がマスカットベーリー A って書いてあります。いや、ワイン好きの優はね嬉しいですねこれ。山梨のワインはそう生まれてこの方ないので、飲んだことがないので、少しずつたしなみたいと思います。次こちら、じゃじゃん、はい、こちらは富裕育ちの九州産人参 100% ジュースです。人参 100% ジュースってあんのって思って、九州の農家で大切に育てられた色鮮やかで甘みが強くて美味しい旬の冬人参だけで作りましたと書いてあります。それがこの、九州産人参 100% ジュースです。食塩、砂糖、香料、着色料、保存料、酸味料、無添加、最高ですね。そのまんまの九州の冬人参を、飲むことができるジュースです。こんなのもあるんですね。これ 1000ml なんですけど、人参10本分使用してるそうですよ。これにすごいですね。なんか人参ジュースを使った簡単レシピみたいな感じで書いてあります。ユーズクッキングで作ってみようかなこれ。楽しみにしていてください。はい、じゃあ次、じゃじゃーん、ま、次は、長崎メーカークルス、皆さんクルスってご存知ですか？まあ、焼き菓子なんですけども、クルスとはポルトガル語で十字架という意味だそうです。ではちょっとね、中開けてみます。こんな感じで、かわいい。袋のデザインがかわいいです。幸せクルス、かわいいですね。長崎県産サチノカイチゴを使用している焼き菓子で、あとはこちらが、へえ、コーヒーだそうです。1枚ずつ開けてみます。こちらの、サチノカイチゴを使用している焼き菓子の方は、あ、イチゴの香ばしい香りがする。へえ、こんな感じです。本当だ、なんかちょっと十字架みたいになってますね。はい、で、この中に、やれるのかな、
中に、ま、むずまばらにいちごをね使用してるんです。ちょっとこれひどいな。この中にいちごが、え、でも美味しそうですね。コーヒーの方すごい、ちょっと見た目違いますね。見てください、色が違うんですね。コーヒーの方はこんな感じです。で中が開けると、あー、コーヒーの香りする、いい匂い。あー、はい、まあこんな感じです。はい、サンドして食べるみたいな感じですね。コーヒーの方いただきます。そんなに甘くないですね。サクッといけちゃう。はい、でいちごの方いただきます。いちごの方がほんのり甘い、当たり前ですね。でも美味しい美味しい。お茶タイムにいただこうかと思います。長崎銘菓のクルスという焼き菓子でした。はい、じゃじゃーん、これは何かと言いますと、じゃじゃじゃーん、見てください、柿醤油って書いてあるんですよ。これは、柿醤油、味付け海苔とか、あとは醤油がセットに入ってある、ものなんですよ。めっちゃ嬉しいですよね。これが、柿醤油という味付け海苔、柿ですって柿。あとは柿醤油の海苔です。あ、これはご飯に合うようですね。へー、モンドセレクション最高金賞に選ばれたこの、柿醤油、濃厚つゆの柿醤油ですって。いいですね。卵かけご飯だとか納豆にあったり、あー、ゆうの好きなもの。冷ややっこ、あとは、薄めてそうめんつゆ、あー、絶対美味しいですね。チャーハンとか肉じゃがにも使えるそうです。へー、すごい、これはお土産とかにも嬉しいですよね。言い忘れました。これは広島県の牡蠣のエキスを入れた、海苔だったり醤油だったり味付け海苔だったり なんだそうです。すごいですよね、絶対美味しいな。広島の牡蠣って、食べたことないので食べてみたい。海の幸はすごい好きなので、次はこれ、じゃじゃん、これは何かと言いますと、じゃじゃん、味のりです。でも味のりでもいろんなところの味のりなんですよね、面白いことに。例えばこの下全部が広島の牡蠣の味のりです。先ほどと同じように広島の牡蠣の味のり食べ、味のりで、牡蠣の味のりって贅沢ですよね。いやー、ご飯何杯でも進むんじゃないかな。美味しいですよね、絶対。次、これがツワノって言うんですかね、ツワノわさび味のりって書いてありますとか、そう、あとはこれ、博多の味、明太風味の味のりだったとか、いや、もうこれもうご飯のお供ですよ。全部。とか、瀬戸内の古代塩、古代塩の海苔です。とか、ご飯のお供にどうぞっていう感じですね。あとはこれ、じゃじゃーん。はい。長崎五島うどんです。それがこちらですね。じゃじゃーん、だしつゆまで入ってる、このうどんセット、五島うどんの由来だとかいろいろ書いたんですよね。ちょっとね、簡単に、惚れ惚れするような自然に囲まれた九州長崎の西に浮かぶ島々、五島列島、海や山の恵みを一つに、おおらかで誠実な人の手で作られているのが五島うどんです。1000年以上も続く伝統とそれを守るこだわりが、この五島うどんにはあるそうです。島の美味しいところをそのまま素材に生かしているんだそうです。いや、美味しいだろうな。食べ方がいろいろあります、いろいろあります。おもてなしであんかけ焼きうどん、あ、美味しそうだな。
こんな感じでいろいろありますよね。ネバネバサラダうどん、うどんカルボナーラとか、トマトカップうどん、うどん巻き、和風ラザニアとかいろいろあります。これちょっと楽しみですね、食べるので。あと最後に、まあこれ皆さん知ってます？じゃじゃーん、九州の味ラーメンうまかっちゃん5個パック入ってあります。それがこれですね、よいしょ。はい、じゃじゃーん、お家で作るラーメンです。九州のね、人たちは知ってますよね。うまかっちゃんです。でよく言うは、ちゃんぽんとか食べますね。ちゃんぽん美味しいですよね。はい、いや、お家でちょっとこのうまかっちゃんも作ってみたいと思います。あと皿うどんとかもありますもんね。いや、九州の方は本当多いな。ということで以上、今回は日本47のいいもの、まあ主に九州の方ですね、九州とあとは広島とかですね、あと山梨とか、ご紹介しました。まあお土産の参考にとか、と取り寄せて召し上がってみるのもいいかもしれません。じゃあ今日はこれで終わります。バイバーイ。